どうもこんにちは、ヤマです。本日もやってきました、3DS コンプリートの道。前回は沖縄のお店で4本の 3DS を買ってきたわけなんですけれども、今回も沖縄のお店、ハードオフ沖縄合わせ店。こちらのお店はジャンクソフトやハード機が安かったので、今回は 3DS ソフト大量ゲットの予感。早速行ってみましょう。まずはこちらのソフトのコーナーを見ていきましょう。ここのお店は 3DS が2段に置かれていて少ないように思われがちですが、そういうお店ほど珍しいソフトや安いソフトが見つかる可能性が高いんです。まずはこのシリーズで初めて見るソフト、パックマンパーティー 3D。 こちらは最初 Wii で発売されていて、その3年後に 3DS でこちらが発売されました。だいたいこちらのソフト、他のお店だったら1500円前後だと思うんですけども、こちらの1320円はちょいお得ですね。ドラゴンクエストモンスターズ S、 これもですね、他のお店では1000円くらいなので880円はかなりいいですね。他にもドラカズやピクミンなど、まだ私の知らないソフトがたくさん出てきました。やはり 3DS は奥が深いですね。続いては2段目を見ていきましょう。武装系はプレイステーション2だと110円で売ってるイメージなんですけども、 3DS ともなると110円じゃ全然買えませんね。ご当地鉄道、こちらを見た時桃鉄のような感じかなと思ったんですけども、どちらかといったらドカポンみたいに122のご当地キャラが登場して、各キャラに凄技という特殊能力があり、それがですね、移動だったりプレイヤーへの妨害の凄技だったりするので、自分の推してるキャラがどんな技かとても気になりますね。こちらのお店は1100円や1320円の決まった値段の 3DS の値段が多いですね。これはチャンスです。このリズム解答 R、 1320円と値段がついていますが、こちらのソフトの相場は1800円前後。これはいい 3DS を見つけました。これも気になるソフトを発見。ゲームボーイのジャンコーナーでのおなじみメダロット。このメダロットシリーズがこちらのソフト1本で楽しめると思うと、早く買ってプレイしてみたいです。だけど他のサイトで2911円とですね、最安で売られていたので59円の差でゲットできませんでした。姫ギャル、これは何ですかね。まあでも550円で安いみたいなので、とりあえず買って内容を後で確認してみたいと思います。このポケモンが並んでいる時もワクワクします。こちらの値段は1320円、その後ろも1320円、こちらも1320円かと、そう思ったら1100円。こういうことがあるので、ハードオフで 3DS を探すのは楽しいんですよね。やってきました、青箱チャンス。今日はどんな激アツな 3DS に出会えるのか。大体モンハンかパズドラが定番で、それ以外があったらかなり期待してもいいと思います。おっと、ありました、ガールズファッション 3D。 これはジャンコーナーで見たことがないんですよね。だけど中身がないってこともあるので、まだここの段階では海物語の魚群ぐらいの信頼度。果たして中身はあるのか。ありました、これはゲットですね。
その隣の神業ワンダ、330円か。いや、いいんです、いいんですけども、まだちょっと110円でいけそうな気がしますね。そういえばこちらもジャンクの定番でしたね、 AKB48 プラス B。 普段なら330円なんですが、220円ならこれはいっちゃいましょう。もちろん中身はありましたね。今回はハードオフ沖縄合わせ店で3本の 3DS のソフトを買ってきたわけなんですけども、謎のソフト姫ギャル、こちらはチャホで連載の姫ギャルパラダイスを原作としたギャルテクマスターシミュレーション。ストーリー中に散りばめられた100のギャルテクを手に入れて真のギャルになる、そんな内容になっています。自分が AKB のメンバーになって音楽芸能活動をする AKB48 プラス Me、 AKB48 になりきれる内容になっています。エンディングもマルチで存在するみたいなので、私のキャラがどんなエンディングを迎えるのか今から楽しみです。今回は 3DS 3本購入で、サンプリまで残り638本、これからも安い 3DS をどんどん見つけて 3DS コンプリートを目指していきますので、よかったらチャンネル登録をしてもらえると安い 3DS を見つけた時のように同じぐらい嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次回の 3DS コンプリートの道でお会いしましょう。